自動車日本における自動車オート、ミワダイハツミ ZDSA。1950年代後半に隆盛を極めた、軽オート三輪。2012年5月撮影、マツダ T2000。1960年代、大型化、近代化された、オート三輪の最終発展形。2005年2月撮影オート三輪は、ミワ自動車の貨物自動車である三輪トラックを指す。日本で用いられる呼称。軽便、安価で、悪路と過積載に強く、小回りの利く特性から、日本では1930年代から1950年代に隆盛を極めたが、その後、より価格性能比に勝る四輪トラックの登場に、より取って代わられ衰退した。オート三輪など全一輪後二輪のものは、斜め前に引く力に弱い。特に旋回中にブレーキを使った場合、制動による、慣性力と遠心力の合成により斜め前に力が働き、全一輪では横方向に踏ん張りが効かず内側後輪が持ち上がる。多くはハンドルとブレーキを戻せば避けられるが、ハンドルを切りパニックブレーキをかけることで、より回転が増し容易に横転する。オート三輪の呼称は自走式、つまりエンジン付き三輪車の意味で、日本で三輪車の多数派であったトラック、ないしは、その派生系の貨物車を指す語として定着している。客室を仮想して、タクシーにも使用された例があり、極まれに常用登録のものも見られるが、極めて例外的なものである。またそのため、当初から乗用車として設計された三輪式、乗用車は、トラック車種をベースとしているわけではないため、通常、オート三輪とは呼ばれない。この記事では、日本において、小型自動車扱いであった、ミワトラックのオート三輪と、そのブームの少し後に、ブームとなった、軽自動車扱いの軽ミワトラックについて主に述べる。日本では、オート三輪が第一次世界大戦後に独自発生し、当時の国情に合致し、独特の発展を遂げた。この日本のオート三輪はオートバイの延長線上に暗出されたことによる自然発生的な簡易車両だった。マツダオート三輪。戦前以来の古典的オート三輪の形態。2005年2月撮影1917年頃、大阪で全2輪、後1輪で前方に荷台を持つ自転車式貨物車にアメリカ製のエンジンキットを装備したものが、出現したのが最初と見られている。しかし安定性や積載力を欠くため、ほどなく、全一輪、後二輪のレイアウトに移行した。その初期には、中小零細メーカーを中心に、多くのメーカーが製造しており、生産体制は、町工場レベルのアッセンブリー生産であった。運転席の設計などは、初期のものは、自動二輪の応用部分が多く、ハンドルは二輪車と同様の棒型のものであった。エンジンは当初、アメリカやイギリス、スイス製のオートバイ用輸入単気筒、2気筒エンジンが用いられ、車種もオートバイとリアカーの折衷的なパイプフレームで、ローラーチェーンで後右片輪のみを駆動することで、作動装置を省略していた。初期には後退ギアもなかった。しかし、実用上の要請から改良が進み、作動装置、後退ギアの装備や、シャフトドライブの採用、パイプフレームを止めて、本格的なトラックとしての強度を持つプレスフレーム、チャンネルフレームへの移行、大排気量化や2気筒化など、1930年代中期には、すでに、オートバイとは全く異なる機構を持った、貨物車両に進化していた。エンジンも、1928年の JAC エンジン出現以来、発動機製造などがイギリス製エンジンの流れを組んだ空冷サイドバルブ単気筒、2気筒の実用に足るエンジンを国内生産するようになり、同時期に輸入エンジンへの関税が大きく上昇したこととも相まって、市場においては国産エンジンに大方が取って代わられた。間もなく有力エンジンメーカーは、オート三輪生産に乗り出し、大手メーカー主導の体制が確立された。中小事業者からの需要の高まりを背景に、販売網も整備され、1930年代後半には、発動機製造、ダイハツ、東洋工業、マツダ、日本内燃機、ニューエラ、黒金の3大ブランドへの評価が定まっていた。この3社は、シャーシ、エンジンとも規模の大きな工場で、自社一貫生産でき、日本国内の広域に、ディーラー網を広げていたため、業界で突出した存在であった。戦前、勝敗器量三輪車の運転免許は試験制ではなく、許可制であったことで、その普及を促された一面がある。その当初は、上限 350cc であったが、ことに、オート三輪の積載能力に見合った、動力性能を求めるメーカー、ユーザーの働きかけにより、1930年の改正で無免許上限は 500cc に、その後さらに四輪車業界も働きかけを強め、1933年には 750cc までの無免許運転が認められた。その規制緩和の効果は大きく、オート、三輪市場では650の 670cc 級、単気筒、750cc V 型2気筒の自然空冷サイドバルブエンジンが相次いで投入され、市場での競争を促すことになった。経済性とメンテナンスの容易さ等で、総合的に有利であった空冷サイドバルブ単気筒が1940年代後期までオート三輪エンジンの主流だったが、一部には水冷エンジン車も出現している。さらには、前輪側面まで延長したフレームから、ジョイント付きシャフトを介して、前輪を駆動する、全一輪駆動のオート三輪が、中京地区の中小メーカー計3社から、送り出されるなど、ユニークな発展も見られた。ただしこの期間、ドライバーが、風雨にさらされる、オープンタイプのサドル運転台、指導に熟練を要する、キックスターターといったオートバイ並みのメカニズムを達することはなく、風防、ドアの装備や、電動式、セルフスターターの装備といった、近代化は進まなかった。大排気量の大型トラックのような、政府による軍用車としての用途を重視した積極的保護育成策がさほどなされず、むしろ無免許制度や許容排気量の増大といった規制緩和以外、監督官庁からの積極的関与は乏しい放任状態のままに、メーカーとユーザーの側からのボトムアップによる進化発展が進んでいたことが、戦前日本のオート三輪の発達過程における突起すべき点と言える。戦時中は軍用に適したより大型の車両の生産が優先され、ごく小型で民需が主要途であったオート三輪の生産はほとんど途絶えた。主要な大手オート三輪メーカーは設備を生かした別種の軍需生産に従事することになった。また、戦時体制下の事業統制によりアッセンブリーメーカーに過ぎなかった零細企業はほとんどすべてがオート、三輪市場から撤退した。戦後、トラック生産が再開されると、廉価なオート三輪への需要も復活した。零細メーカーは、戦時体制下の統制で、ほぼ淘汰されたが、戦前からの三大大手メーカーに加え、終戦で市場を失った、航空機産業からの転入企業が多く参入し、新技術の導入と合わせて、市場を活性化した。1950年代にオート三輪で顕著となったのはエンジンと車体全体の大型化であった。戦後の1947年3月、内務省管轄の自動車取締令の改正により、小型自動車の無免許優遇措置は廃止される一方、排気量制限は三輪車 1000cc、四輪車 1500cc に拡大され、さらに、同年12月に改めて制定された運輸省の車両規則により小型三輪車も四輪車同様の最大 1500cc まで排気量増大が許容された。昭和20年代後期のオート三輪の巨大化戦後1949年まではオート三輪について公定価格が設定されており、また燃料供給事情も良くなかったことや、戦前形の設計から大きく飛躍したモデルへのニーズがまだ薄かったこともあり、エンジン排気量や車体大型化はさほど顕著でなく、エンジンの主流も戦前以来の 700cc 前後の単気筒型が占めていた。しかし、ドッジライン以降の不況下で、オート三輪の公定価格制は1949年10月に終了、以後各社間の自由競争時代へと突入する。そして1950年6月に勃発した朝鮮戦争に伴い、日本はいわゆる朝鮮特需による公共転換で中小零細企業までが一気に活況を呈し、末端の輸送手段としてのオート三輪への需要が高まった。時を同じくして燃料供給事情も急速な改善へと向かった。また1951年7月施行の道路運送車両法でオート三輪については通常の四輪車と異なり、車体幅や車体長、さらには排気量について制約が撤廃された。同時期の世界的な四輪、トラック市場は1940年頃まで2トン、積み以下が主流だったところ、戦時中から終戦後にかけての輸送需要増大を受けて大型化が急激に進んでいた。モータリゼーションの遅れた日本でも、主要メーカーの大型トラックは、戦前の 1.5 トンから2トンクラスが大型化、戦時中からは4トンないし5トン積みが主流になった。結果、750kg 積み以下の在来型オート三輪との間、1から2トン級トラックの市場が空白化したが、主要な4輪、トラックメーカーのこのクラスへの対応は1トン積み車の展開がせいぜいで、全般に立ち遅れていた。ここに、ユーザーの新たなニーズが生まれ、サイズのタガが外れたオート三輪の割り込む余地が出現したのであった。こうして1952年以降のオート三輪は巨大化、長大化が一気に進んだ。制約は排気量に応じた荷重のみであり、750cc 車は1952年以降従前の 500kg から 750kg 積みへ、1000cc 車は1トン積み、1200cc 車が 1.5 トン、1500cc 車が2トンとなった。末端ユーザーはその規格も無視して、過積載したが、メーカー側も過積載を織り込んで、車種強度を確保していた。戦後しばらくのオート三輪で主流であった 750kg 積み車の市場比率は1952年の 58% から、1957年には 9% まで下がり、一方で1952年以降1955年度まで1トン、積み車の比率は 50% から 55% の高率になり、2トン積み車は1952年の 2% が1957年には、同年の1トン積み車と同等の 38% に達した。1953から54年には、幅 1.9 メートル級、全長6メートル弱。2台13尺というサイズの上では上位クラスの4輪トラックを上回るような2トン積みのオート3輪が各メーカーから続々と出現する事態が生じた。エンジンについては大排気量化によるコストアップが厭われたことやオート3輪で一般的であった単気筒ないし2気筒エンジンでは 1500cc を超える大排気量化に適さないという事情もあり、車体ほどの大型化は生じなかった。エンジンに至るまで、小型車の枠外で製造された普通三輪トラックは、高知県の高知自動車工業で四輪トラックの改造により限定生産されていた特産号のみである。オート三輪は、こうしてあまりに際限なく、野放図に巨大化したため、当時の運輸省は1955年に至って、ようやく、小型自動車扱いのオート三輪は、現存するモデル以上の大きさにしてはならないと歯止めをかけることになる。この運輸省通達が出た時点で、小型自動車扱いのオート三輪は、最大例で、全長 6.09 メートル、幅員 1.93 メートルという、ど外れたサイズに達していた。オート三輪は元来軽便な貨物車であるという性質もあり、ほぼすべてのオート三輪メーカーは、排気量抑制で、小型車規格扱いとなるような車種設定に徹していた。技術改善装備の面でも充実が進んだ。1947年以降、運転台ホロや前面窓の装備が始まり、1951年以降は、オート三輪の運転を難しくしていたキックスターターに代わって、セルスターターの装備も開始された。変速機も従来の3段式に変わり、荷重増大や高速化に対応した4段式が徐々に主流となった。1951年に開発された愛知機械工業ジャイアントコンドルは2灯、ヘッドランプと丸型ハンドル、水冷水平対向エンジンをベンチシート下に収納したクローズドボディを実現して、居住性の水準としては4輪トラックに並んだ。しかし他社がこの流れに本格的追随するのは1950年代中盤以降である。1950年代中期までのオート三輪エンジンは、軽量化やコストダウン、粗悪ガソリンへの適応性等の見地により、空冷の単気筒ないし、V 型2気筒が主流であった。しかし、そのメカニズム面では、側弁式から頭上弁式へのいち早い移行、点火時期自動振覚装置、油圧調整タペット、シュラウド付け強制空冷方式、サーモスタット付け冷却ファンの採用など、排気量や気筒数以外は、同時期の日本における小型4輪車用エンジンよりも、むしろ進んでいた。丸ハンドルの普及で、サドル型の運転席が廃止されると、1950年代末期から、マツダとダイハツは、水冷直列4気筒ガソリンエンジンを導入したが、これは、同時期に生産を開始した4輪トラックとの共用を意識したものである。この頃になると1959年の小型車、排気量悪拡大の影響で、オート三輪にも 2000cc エンジン搭載車が出現、シフトレバーも横3人乗車を可能とする、コラムシフト方式が取り入れられるようになった。なお、オート三輪車へのディーゼルエンジン搭載は、改造車足で作られていた高知自動車、特産号の一部に、いすゞ製エンジンが積まれた事例のほか、ダイハツの最終型オート三輪、CO 型が、モデルライフ末期の1967年に、ディーゼルモデル DO13T を発売している。しかし、2リットル級の小型高速ディーゼルエンジンが、日本で、商用車向けに広く普及し始めたのは1960年代中期以降で、オート、三輪市場の衰退後にあたり、ディーゼル三輪車は一般化しなかった。1940年代から1950年代の日本におけるモータリゼーション黎明期には、簡易な輸送手段として、隆盛を極めた。多くの業種で使われたが、同程度の大きさの4輪トラックよりも、格段に小回りが利くことから、特に強愛な市街地や、林道での材木運搬では、重宝されたと言われている。たとえ国道といえども、地方ではすれ違い困難な未整備の強愛時、屈曲路が珍しくなかった時代、その機動性は大いに好まれた。オート三輪が、林業用途などで生き延びた一因は、旋回半径が小さいことに加え、悪路での駆動力が失われがたい点にもあった。四輪トラックでは、前輪と後輪がねじれの関係にあると、後片輪の接地力が減少し、作動装置の意図せぬ効果によって空転する。対して全一輪型の三輪車は、車体中心線基準で、5車輪が路面追従しやすいため、路面ねじれの程度によっては、簡便な四輪駆動車をも上回る、踏破性を発揮し、急旋回時に、前輪軌跡が大きくずれない三輪の特徴は、屈曲不整路で重宝された。しかし、自動車交通の高速化に伴い、カーブでは転倒しやすく、高速走行に不向きなことや、居住性の悪さが敬遠されるようになる。さらにはメカニズムが高度になり、内外装のデラックス化が進むにつれ、四輪トラックとの価格差が縮小して、市場での競争力を欠くようになった。これではあえて三輪とする意義が薄くなってしまったので、ある。また1965年の三輪車運転免許の廃止も、オート三輪に対して不利に働いた。この間、1953年の朝鮮、戦争休戦後の反動不況時には、大手山林業界にも営業力に劣る、準大手、中堅メーカーの凋落と、これに伴う上位メーカーへのシェア移行が生じた。さらに1950年代中期以降は、トヨタ自動車の SKB 型、トラック、トヨエースに代表される廉価な大衆向けの四輪トラックとの競合に伴い、下位の大手三輪メーカーの撤退、転業や倒産が相次ぐようになる。これらの過程で敗退した下位メーカーには、より大手の大手三輪メーカーや四輪車メーカーの傘下に入って下請けとなり、やがて吸収された事例もあった。例えば黒金出身者による分派企業で、サンカーを製造した業界最下位の日進工業は社名を変えながらも1956年までに撤退、川西航空機系でアキツを製造した新明和工業は自社製品の生産を中止して第8社生産の請負からやがては吸収に至り、水冷車、ジャイアントを手掛けた愛知機械工業は最終的に自社ブランドを捨てて日産傘下となった。その中でも、黒金のメーカーとして、業界の名門であった日本内燃機が、朝鮮戦争後に経営低迷、東急傘下での太田自動車工業との合併で、東急黒金工業となりながらなおも経営迷走が続き、ついに倒産して、日産自動車傘下の日産工機となったことは、敗退組メーカーの末期の混乱を示す代表的な事例である。残存した大手三輪メーカーの多くは四輪トラックを生産の主流に切り替えるか、後述の計三輪トラックの生産に活路を見出し、やがて計四輪トラック等に転業するかの道を辿った。最後まで大手、三輪市場に残った大手2社の三輪撤退は、ダイハツが1972年、東洋工業が1974年である。ダイハツミ ZMP4 後期型。2012年5月撮影、マツダ K3602005 年2月撮影小型車規格の、大手、三輪市場が最盛期を迎えていた1950年代前半、1949年に制定された、軽自動車の福音規格拡大に伴い、軽自動車規格の大手三輪が、市場に出現した。もともと当時の軽自動車枠は二輪ないし三輪の小型車を想定したものであり、1924年に制定された戦前の無免許小型自動車規格とも類似した、この種の簡易な小型車両に適合するカテゴリであった。最初の事例は1952年の大宮富士工業のダイナスターで、同系列の富士自動車工業製、ラビットスクーターのコンポーネンツを利用したものであった。また同年に、兵庫県西宮市の光栄工業が開発した、ライトポニーは、全一輪とエンジン周りのドライブトレインを一つのケースに収め、無動力の小径二輪を装備した、軽量構造の荷台部分を牽引させる設計で、走行時にはエンジンごと前輪が旋回するという、特異な構造の全輪駆動車であり、少数の特殊事例に終わった。続いて1953年以降、ホープ自動車をはじめとする中小、零細の新興メーカー、既存機械メーカーが、細々と参入したが、技術面では、より大型の大手三輪を縮小した設計で、耐久性の高い構造を備える、ホープ自動車の、ホープスターが、先進的存在であった。軽大手三輪の開発では、ホープ式に大型車の縮小設計を用いるか、軽量二輪車をベースに拡大発展させるかの2パターンがあったが、後者の例は、初期のダイナスターや浜松市の零細メーカー、アイオイモータースのスパークなど、わずかに止まり、簡易構造の脆弱さが酷使に適さなかったために、市場から早く脱落した。またホープの亜流である堅実な大型車、縮小タイプとしては、クノマック、武蔵、ヤシマなどがあったが、量産能力や販売網に問題を抱えて、成功には至らなかった。生産台数もある程度の規模を持てたホープ以外は、少数で、この市場を大きく広げるまでには至らなかった。部品も既存製品のパーツ流用による、アッセンブリー生産が多く、発展には限界があった。小型オート三輪が同クラス四輪車に圧迫され始めた時期、オート三輪業界をリードしていた有力メーカーであるダイハツは、軽オート三輪の伸長に目をつけ、このニッチ市場への参入を計画した。同社が1957年に発売したミゼットは、既存大手メーカーらしく酷使に耐える十分な耐久性を持たせながら、その資本力によって、部品のほとんどが専用設計とされており、ホープスターなどの先発製品よりも、軽易に扱え、しかも廉価であった。完成度の高さに加え、既存販売網とテレビコマーシャルの活用でミゼットは大ヒットする。ミゼットの成功は、既存オート三輪、メーカー各社に著しい刺激を与え、以後1959年までに、各社はこぞって、軽三輪トラックを発売、爆発的なブームとなった。小型三輪トラックのブーム期であった、終戦後混乱期とは異なり、1950年代後半ともなると、インフラが整い、規格を満たしたガソリンの安定供給にもある程度の見通しがついたことから、各メーカーは、エンジン技術でも様々な試みを行っている。バリエーションは多種多様で、排気量は 300cc から 360cc の範囲内であるが、クランクケース圧縮式2ストロークやオフ4ストロークの単気筒だけでなく、3輪、4輪両用に開発された直列2気筒、バイク用類似の V 型2気筒も存在した。一見百花繚乱の商品の充実ぶりであったが、同時期の小型三輪トラックの終焉と並行し、軽三輪トラックは、ほどなく、同じように後発の四輪軽トラックに追われることになる。小型三輪とは異なり、大型化や極度なデラックス化には至らなかったが、ホープやミゼットを上回る設計として、ドア付き密閉式キャビン、丸ハンドル、並列に座席構造を採用することが常識化した。だが、ドアの追加と、並列2坂に伴い、単座オート三輪のような軽便性は、上位の小型三輪同様に失われ、四輪車のように、効率的なキャブオーバー構造を取れない三輪車の弱点が、軽自動車規格による制限を受ける軽オート三輪で、顕在化した。オート三輪、メーカー各社の中で、唯一軽三輪に手を出さなかった、東急黒金工業はいち早く、1959年に、キャブオーバー式4輪軽貨物車、黒金、ベビーを発売して、短期間だが成功を収めた。そして、本格的な4輪軽乗用車の、スバル360を1958年に、発売していた富士重工は、乗用車のドライブトレーンをベースとした完全な、貨物車仕様のモデルを模索、1961年にキャブオーバー式のサンバーを発売して、小型乗用車同様の快適性と高い耐久性から先発の黒金、ベビーを駆逐するほどのヒット作となった。積載性、操縦安定性、ドライバビリティで軽4輪が軽3輪を凌駕していることは実用上も明白であった。このため非常に短期間にピークを迎えた、軽三輪、トラックブームは、1960年代に入ると、完全な終焉に至った。既存の軽三輪メーカーのうち、上位メーカーは、軽三輪の技術を活かして四輪モデルを、早期開発、市場に投入することで転身と生き残りを図った。技術的、あるいは経済的理由から、スバルに匹敵する四輪車を生産。販売する余裕のない新興や中小のメーカーは、ほとんどが1960年代前半に軽自動車生産から早期撤退ないし倒産、1970年代初頭時点で最終的に独立したブランドを持つ自動車メーカーとして生き残ることができた元オート三輪メーカーは、ダイハツ、東洋工業、三菱のみであった。軽三輪トラックのメーカーは1960年代中期以降、小型オートミは同様に、ダイハツと東洋工業のみとなった。最後の2社が、軽三輪から撤退したのは、東洋工業が1969年、ダイハツが1972年である。このように非常に短期間に終わった軽三輪トラックブームであったが、既存車が比較的後年まで現存し、1970年代から1980年代生まれの世代にも馴染み深いこと、また現在においても小型オート三輪に比べて残存率が高く、後の世代の人々も目にする機会があること、稲村ジェーンやオールウェイズ、三丁目の夕日、あるいはこちら、葛飾区亀有公園前派出所等の1960年代から1970年代前半を回顧的に描いた映画や漫画等に頻繁に登場することなどから一般にもオート三輪の名から軽三輪トラックをイメージする構図が生じている。ダイハツ BE、日本では1920年代に少数ながらミワ乗用車が製造された事例はあったが、市場において2名以上の定員を持つ乗用車として本格的に設計された自動車の成功例はない。1950年前後に代用タクシーとしてオート三輪トラックの車種後部に複数定員を収容できるキャビンを仮装した例もあるが、一時的な代用車であって1950年代中期以前に廃れている。全一輪型の三輪車としてはほぼ唯一の本格的乗用車だったダイハツ B は十分な完成度を極めないまま量産を断念された。これは乗用車専用シャーシのリアエンジン車で一般にはオート三輪の範疇に含まれていない。1950年代前半の日本では三輪四輪を問わず一般家庭が乗用車を所有する水準のモータリゼーションへの発展には時期尚早であり、この頃試作された四輪軽乗用車もほとんどは、日の目を見ることすらできずに中止されている。本格的な商品性と実用性能を伴った大衆向けの軽乗用車実現は、前述の通り1958年の四輪車、スバル360まで待たなければならなかった。このようなモータリゼーション黎明期には、オート三輪でもドライバー以外に乗員1名が乗車できる程度の補助席が存在するだけでも大衆の実用感覚では乗用車の代用として通用していた。さらには貨物車の荷台にまで大挙乗り込んでしまう後年の感覚では極めて危険な行為も日常的な移動手段の一策としてまかり通っていた実情があった。後年になって、道路交通法の改正により、貨物車の荷台への乗車は、荷台の積載状況を監視する目的において、最小の人間を乗せることを除いて禁止された。また、この例外的取り扱いでも高速道路での荷台乗車は禁止となった。スバル360などの実用的軽乗用車や、正式な後部補助席付きのクローズドボディ型ライトバンが、比較的廉価に購入できるようになり、それらの普及が本格化した1950年代後期以降、上述のように原始的な代用乗用車としてのオート三輪利用法は自然に廃れている。以降の日本における三輪乗用車は、趣味人によるヨーロッパ製三輪乗用車の個人輸入を除けば、風と乗り、5一輪型で、スクーターのドライブトレーンを利用したミニカーが1980年代以降に中小零細企業で生産されて限られた形で普及したに過ぎず普遍的なものとはなっていない。近年では都市部の小口輸送として三岡、ライク T さんのような小型の電気自動車の実地テストが行われている。2015年6月15日、日本エレクトライクが国土交通省から形式認定を取得。形式認定を取得したことにより量産化が可能となる。東アジアでは、インドのオートリクシャーがなまったものに、オートがついてできた名称とされる屋台のサムローといったミワタクシーが今も現役で用いられている。これらは1960年代以降に現地でノックダウン生産されるようになった日本製軽ミワトラックの末裔とされる。中国の地方都市や農村部では、現在でも低価格で、小回りの利く三輪トラックが、大いに活躍している。多くは、市などへの野菜や果実の運搬、販売などに多く使用されている。朝市の立つ道路などには、三輪トラックで溢れかえる光景を目にすることができる。イタリアでは、ピアッジオのベスパをオート三輪化したアペが1948年に登場し、2020年代でも販売が行われている。自動車が進入できない旧市街で走行できることもあって、商店や農家で使用されている。2006年よりインド国内において国際オート三輪、レース、シオット、ムンバイエクスプレスオートリクシャーラリーが開催されている。第1回の2006年大会は、南インドタミルナード州都のチェンナイを出発し、インドは大陸最南端の町、カニャークマリに至る、およそ 1000km の行程。ゴールは8月27日。インド国内の2チームをはじめイギリス、アメリカ、ロシア、ハンガリー、アルメニアからの計16チームが参加した。第2回の2007年大会は、チェンナイから西インドのムンバイまでの 1920km のコースで13日間かけて行われ、8月17日にゴールを迎えた。参加国は、インド、イギリス、アメリカ、カナダ、アイルランド、ハンガリー、ボスニア、クロアチアの8カ国。32チーム、72名が参加した。これら一連の大会はタイムではなく、ポイント制で競われる。また勝敗そのものよりも、インドの自然や文化を内外に紹介することが目的で、収益はチャリティーに寄付されるとのこと。通常、3輪の車両は、前2輪、後1輪のレイアウトの方が点灯しにくい。しかし、フロントカーの場合は、前輪だけでなく、前方のシャーシ及び荷台も含めて走行される、原始的構造のため、重量負担による、走行性の悪化や、前方視界が、荷物で塞がれるなどの難を抱えており、走行が簡易で、後方荷台式とシアスやと二輪式の方が、実用的であった。低速であれば全一輪でも安定性の問題は少なかった。現代のような車検制度が整っていなかった当時、ユーザー側では 350cc 車として登録した上でエンジンをボアアップしたり、大排気量エンジンに積み替えるなどの脱法行為でパワーを上げる事例が多々あった。これには当然、技術的な必要から販売店側が加担していた。日本のオート、三輪全体の生産量は1949年下半期平均で2700台、月であったが、朝鮮戦争勃発後には3800台、月に増大したという。オート三輪は、前輪荷重について安定性確保の見地から 20% 以上の負担を求められていたが、小型自動車工業界からの実験結果に基づく要請もあり、1952年9月に運輸省保安局はオート三輪の前輪荷重限界を 18% に引き下げた。重量配分の変更に自由度が高まり、許容荷重が増加した。以後製造された小型自動車扱いのオート三輪は、長尺貨物用のストレッチモデルについてこの寸法を上限としている。低速でも全一輪式の三輪車が、旋回時に転倒しやすいことは古くから認識されていたが、車両が大型化し、同時に1950年代以降の道路事情の変化で自動車交通が時速 40km から 60km 程度の速度で流れるようになると、この欠点はさらに顕在化した。このことから、高速自動車国土での法定最高速度は大型貨物自動車と同じく時速 80km に制限されている。新興メーカーの代表であったホープ自動車は1965年に撤退している。同社が最後に自動車メーカーとして再起をかけた製品が計4輪駆動車 ON 型で再起はならなかったものの、その技術的系譜はジムニーに受け継がれることになる。なお、2輪も4輪も手掛けるスズキ自体は、オート3輪をはじめ、三輪自動車の生産、販売を行ったことはない。軽貨物自動車であるため、趣味的に所有するにしても登録者のオート3輪に比べてはるかに維持コストが安く、ハードルが低い。高い確率で荷崩れが想定される場合は高速道路を走行すること自体ができないため。ありがとうございます。